案件お出かけチャンネルは、さまざまなシチュエーションで使える東海地方周辺のお出かけ情報を配信します。今回は静岡の奥大井にある、まるで湖の上に浮かんでいるかのように見える駅、奥大井湖上駅に来ました。場所は新東名島田金谷インターチェンジから北へ約90分、電車だと大井川鉄道千頭駅から井川線のアプト式列車に乗って約65分ほどです。駐車場は25台ほど駐車できる無料駐車場がありますが、休日などの混雑する時間帯は駐車場にすらなかなか入ることができないので気をつけてください。休日は県道388号線の駐車場への入り口に警備員さんがいて、中が空いていると通してくれる仕組みになっています。並ぶこともできないくらい狭い道なので、中が開かないとなかなか入れません。今回は奥大井湖上駅を上から眺めることができるレインボーブリッジ展望台の行き方と、駅まで歩いていく行き方の説明をします。初めて行く人は参考にしてみてください。まずは駐車場の奥にあるこちらの階段を登って上を目指します。結構細い道なのですれ違いに気をつけてください。なかなかハードな階段ですが、駐車場から展望台は約10分ほど、駅までは約15分ほどとそこまで遠くはないので頑張りましょう。上まで登ると分岐点に到着します。右の撮影ポイントというのが展望台、そして左が駅への道です。まずは展望台を目指します。展望台はさらに上にあるので、もう少し頑張って登ります。苦労して登った先に見たことない絶景があると思えば頑張れます。さっきの分岐点がここ。ここがレインボーブリッジ展望台。角度的にもう少し先の方が綺麗に見えるので少し進みます。すごい、息を呑むような景色だ。あの橋と橋の間の浮いているように見える場所に駅があります。
橋は歩いて渡ることもできるので、今から渡って次は駅に向かいます。さっきの分岐点を駅方向に進むと、右側に駅へ向かう下り階段があるので下へ降りていきます。ここも結構狭いのですれ違いに気をつけてください。橋が見えてきた。下まであと少し。下まで降りるとトンネルの入り口すぐ横のところに出ます。電車のトンネルこんな近くで見たの初めてかも。長い。橋を歩いて駅へ向かいます。すごいところに作ったな。けどこういうのってワクワクして楽しい。これもなかなかできない経験だよな。駅が見えてきた。ちょうどもう少しで電車が来るらしい。せっかくここに来たのなら電車も見ておきたいところ。まだちょっとだけ時間があるので上にあるカフェをちらっと見に行ってきます。それにしてもすごいところに作ったもんだ。秘境駅にある秘境カフェ。おしゃれなコテージ風のお店。すごいカレーがある。青いカレー、写真映えはするだろうけど味はどうなんだろう。
さっき言った展望台が見える。あ、トンネルの向こうからやってきました。アプト式列車とは急勾配を登るための鉄道システムの一種で、坂道専用の歯車がついていて、一部線路の真ん中に敷設されたラックレールという歯型レールを噛み合わせて坂道を上り下りするそうです。日本で唯一のアプト式だそうです。近すぎてすごい迫力。もう日本じゃないみたい。アプト式列車は1時間おきくらいに1日約6本走っているそうなので、ぜひ時間を合わせて見てみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録してぜひ参考にどうぞ。